カッポンマーグロカッポンマーグロやカッポンマグロと表記されることもあるわ。片パンの上に魚介類と野菜をピラミッド状に乗せてドレッシングを添えたイタリアジェノバのサラダである。カッポンマーグロに類似しているが、料理の装いを減らした料理は、リグーリア州ではカッポナータ、サルディーニャ島ではカッポナータ、カンパニア州ではカッポナータエスティーバもしくはカッポナータリッペッシェと呼ばれる。 この料理は、トマト、キュウリ、ピーマン、レタス、片茹で卵、ボッタルが、ドライツナを用いたサラダであり、オリーブオイルを用いたドレッシングをかける。クリスマスイブに食べる伝統料理でもある。カッポンマーグロは、断食日の鳥を意味する。カッポンマーグロは肉を使用していないことから、クリスマスイブを含む伝統的なカトリックの断食日に最適な料理とされる。 カッポンという名前の由来としては、クリスマスに鳥の代わりにこの料理を食べることから、富裕層が鳥の一種であるカポンをもじった名称をつけたと考えられている。この料理は型パンを使用していることも特徴の一つであり、スライスしてニンニクをすり込んだパンをスープやサラダボウルの下に敷くフランスのチャポンと比較されることもある。また、この料理には、 カッポンネと呼ばれる魚の一種を使用する。カッポンマーグロを作る際のベースがタパンの層である。タパンにはニンニクをすり込んだ後、海水とビネガーに漬け込む。この層の上に一層ずつピラミッド型に野菜や魚介類の層を重ねていく。それぞれの層は野菜と魚介類からなる。この料理質の材料としては茹でた白身魚、ロブスター、サヤインゲン。 セロリ、ニンジン、ビーツ、ジャガイモがある。この他、専門家は必須の材料として、菊ごボウをあげている。必須の材料の他にも多くの野菜や、魚介類を使用することがある。各々の,の,の材料は、別々に茹でたり、切って、オリーブオイルやビネガーを加えるなどの下処理をする。各層に材料を散りばめた後、サルサベルデやマヨネーズをかける。これらは、パセリ、ニンニク、 ケーパー、アンチョビ、片湯げ卵の黄身、グリーンオリーブをオリーブオイルやビネガーと共に混ぜ合わせて作る。ピラミッド型の一番上には魚卵で飾り付けをしたロブスターを乗せる。また、ピラミッド型の側面は、グリーンオリーブ、ボッタルガ、ケーパー、アンチョビ、ザリガニ、アーティチョーク、4等分にした固ゆげ卵で飾り付けをする。ナポリで作られるカッポンマーグロは、 カポナータイスティーバ、カポナータナポリターナ、カポナータディペッシェと呼ばれる。この料理は、オリーブオイル、塩、ニンニク、オレガノ、バジルで味付けをして、柔らかくした円形のラスクをベースとして、上のスライスしたトマト、ツナを乗せて作る。この他にも、ニシンの燻製、野菜の漬物、オリーブ、ケーパー、アンチョビ、サーディン、片茹で卵、薄切り肉、キュウリ、 人参、セロリなどを材料として用いることがある。ありがとうございます。